お願いしまーす、お願いしまーす。こいつでいきます。まあとりあえずスタートはね、ありがとうございます。いただきチャンネルが今でございます。ということで本日は、三重県にございますランドマーク鈴鹿店さんの方にお邪魔させていただいておりまして、我々が、前回来させていただいたのが、2017年から2018年のオールナイトなんですよ。並びが250名ほどいらっしゃったかな。はい、まあ、その中でね、抽選121万ということで、まあまあ番号的にねちょっと厳しそうだなとは思ってたんで、あの当初から狙っていた沖ドキデュオ、に、座りました。言うて東海地方じゃないですか。なんであの花系めちゃくちゃ強いんですよね。なので当然沖ドキも強くて、台数的にも28台かなあって、花花が68台あって、で沖ドキが28台あって、で番長ゼロが多分20何台かで、多分お店的にも気合入ってるんじゃないかなと思うんで、はい、ということで今日は沖ドキデュオ頑張っていきたいと思います。はい、ということで、本日も一日よろしくお願いします。一発目沖ドキデュオにしました。誰も座んねえけどあれおかしいな。チワリはやっぱ人気ですね。東海地方なんで、花系がね非常にやっぱり強いだろうという予想で、単純に俺沖ドキデュオめちゃくちゃ好きなんですよ。導入1週間ぐらいで2万ゲームぐらい打って、ケーブル全部見れるように開放して、導入して2日目ぐらいに動画撮ったんですよね。そしたらボツになりました感想したんだけどなまあ皆さん多分ね、基本的にはハイエナ中心に行くんじゃないかなとは思うんですけど、まあでも高設定だったら1日全然打ってそれで勝てる台だと思うんで、まあ一応ちゃんとね、ユリカランプは確認して、そこは問題ないかと思います。いやでもね、並んでる時に前の番号の方とすげえ仲良くなったんで、後でその人の様子見に行かないといけないんで縛り打ったことないんですよね。いやなんかめっちゃ面白い面白いってね、サスケもよく言ってたんで、はい、打ってみたいんですけど、関東だと置いてある店が多くない。まあ少ないっすね。いやなんだかんだででも沖ドキ打つの半年ぶりぐらいだから、ちょっと仕様がねあんまり覚えてない覚えてないんで、まあでも東海地方来たら打ってやろうとは思ってたんで、いいなぁ、すごいな。ジボッと238回転でございます。よしビッグボーナス、発生でございます。天井はまらなくてよかった。朝一チャンスじゃなかったし、オキドキは相性いいからな。昔から初代のオキドキ番号ぐらい勝ってるんじゃないかなトータルで。でまあ今更ですけれども、はい、オキドキといえば32ゲームですから、32ゲーム以内に天国だったら当たると。ただ初代と違うのが、若干重くなってるんですよね。初代が、天国戦だったら8分の1だったのが14分の1だったかな、16分の1だったの、ちょっと重くなってるんで、でも天国なのにその10ゲーム以内に当たったりっていうのが少なくなってますね、初代に比べて。だいぶで出玉少なくなってるからこれはクソだやらせだっつって年一でねオールナイトでは来てるんですけど、オールナイトはあの撮影の許可をいただいてね来させていただいてるっていう感じなんで、基本的にあんまり告知はしないんですよね。久しぶりにこのお店行きますっつって見えに来てるんで、すごいいろいろな方に声かけていただいてありがたい限りでございます本当に。あやべ、ちょっとオープニングでうちのタイガの話をするの忘れちゃった今日からね新規参入でございますんで、まあ、僕の今日後ろについているのはタイガでございますね。よろしくよろしくお願いいたしますやっぱ一人で喋ってるよりも二人で喋ってる方がちょっとやっぱテンション上がるんですよね。やっぱね自分でも思うんですよ、声のトーンがワントーン上がる。特にサスケとかと一緒にね、静岡行くときはじゃあカメラマン一人で行くかとかなっちゃうんで、そうするとねピロタはずっとサスケの後ろつけて俺一人でたまにピロタが覗きに来てバッテリーがちゃんと動いてるかだけ確認して去っていくピロタ声もかけてくんねえから俺やっぱ並び打ちとか楽しいですからね。スロット私とタイガーの、ね、出会いもだって並び打ちからですからね。まあそうですねマイフォン並び打ちからですから、はい、なんとってちなみに沖ドキの初代に関してはね本当に、まあ、動画には何本かしかなってないと思うんですけどね、オールナイトで打っちゃうぐらい好きなんで今日は長いですからね。このお店なんと閉店が23時45分、見えてすげえな、9時オープンで24時だよ閉店。気合入ってるっすよ。気合入ってるマジで。東京なんて10時オープンの20時、50分か会員カードあって、そうですね。なんでいやこれだけ台数あるお店ってやっぱリセットするのも大変だから、そうですね、うん、ちゃんと全リセしてくれてるっていうのはすごいありがたいですね。さあそれでは、2枚目でございます。いいペース。いやでもなんだかんだで沖ドキデュオってめっちゃ完走難しいですよね。
完走はほんまに難しいですね。めちゃくちゃ難しい、本当に、はい、1500倍ぐらいまでは出るっすけど、そう、そっからなんか急に失速するんだよな、はい、やっぱね、長く打てるっていうのはいいことって、チャンスがあるんだもん、だってまあまあそうっす、まだ北海道とかも多分なんか遅かったイメージあるっすね。北海道でも2回ぐらいしか行ったことなくて俺、うん、まだ凱旋ある頃に、まあ、それは新宿の歌舞伎町のど真ん中で凱旋王って呼ばれてるぐらいですから本当ね、びっくりしたマジで。この間、会社のね、飲み会というかあって、でみんなで歩いてたら、あれガイモンさん、そうっすよって振り返ったら、おー凱旋王ってすげえ明るいね、お兄さんが声かけてきてくださって、サスケさん悔しかったのか、すいませんマドカスって知ってますって、まあ、もちろんマドカスもしてくださってましたけど ね、 そうですね、その方は。ただやっぱあの外で会うと俺めちゃくちゃ分かりやすいんですよね、体めちゃくちゃでかいんで。ああ、まあでもゲーム系の頃から数えてもこんなことを7年ぐらいやらせていただいてるんで、たまにこう街中でねお声掛けいただいたりすると嬉しくなっちゃいますよね。そういうの結構ね嫌がる方もいらっしゃるんで、声かけるかどうか悩まれる方多いと思うんですけど、俺全然ウェルカムなんでそれがね本当にすげえ有名人だったらもうひっきりなしに声かけられちゃうから、それが多分大変なんでしょうけど、うん、俺ぐらいだとちょうどいい塩梅でいただけるんで遠くからこそっと盗撮みたいに撮られるよりしっかりね普通に声かけていただいて一緒に写真撮るのが俺は好きなんで来たー448っすね、19000バケー両方点灯ですね。あ、でもボールつきました。ボールが一応ボールが、通常 B 以上したと。よし、これはいったっしょ。28、おっ、花ちゃんついた、やったー完璧だ。よし、2発目投げた、花ちゃんですので1ゲーム連プラス戦国以上確定ですね。4スルーとか覚悟してたんでマジ助かるちなみに俺1回完走した時はほとんど花ちゃんか花ちゃんついて10連ぐらいでほぼ1ゲーム連でボーナスキック引いてで一瞬で完走したんださあ花ちゃんついておりますので1ゲーム連でございます。何も言わない。はい、来た。あ、なんだこれ、何点別って言うのこれ。トン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 、交互点別です。交互点別、はいてことは次も大丈夫かな。あ、遅れた。今のはもう明らかに遅れたわ。はい、10ゲーム目バケー176。よし、いいね。あ、またバケ天国さあ、チャッタイ、ずっと転倒助かります。いや、暑いっすね。暑いっすね、これは。乾燥しちゃうな。あとワンビットでまくりっすね、とりあえず。とりあえずやったーマジかー。はい、ユーリックカも切れました。32ゲーム、まあ850枚ぐらいですかね、まくりきれず。さあ、ちょっと周り見てきたんですけど、鼻の稼働がマジエグいっすね。で、ちゃんと出てますね。まあ、それ以外にちょっと今ここだっていうところは まだ分かんないんでとりあえずこれが今弱地が 27.9 分の1。もう一周行きましょう。よし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 、チャンス可能性あるじゃん。183。まあ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 、そんな簡単じゃない。はい、でもユーリック感切れた後のボード以降って設定差出てないじゃないですか。はいはい、なんでそんなに6って安定するんだろう。いや、初当たりがやっぱ違うっすよね。あの結構思ってるよりも6はポンポン引くんで。初当たりの差だけでこんなに差ができるんだ。設定したっぽいのが本当初当たりと、まあ、ガッサンとチェリーぐらいだもんな。一応6で196分の1、1だと255分の1。そこの分母の190と250って結構でかいんだね。あ、でも正直初当たりだけ見ると今完全に1ぐらいですよね。そうそうですちゃんとした意味で判別しようと思ったら最低でも
この手の大体3000ゲーム以上回さないとお話にならないと思うんで。でもね、使い割が全然高くないこいつに突っ張れるかっつったらなかなかきついから。いいね、チェリーから179。確かにちょっとオキドキの中断チェリー久しぶりに見たいですね。ちなみに俺はあの初代のオキドキはあの中断チェリーしかなくて、中段チェリーからしかフリーズしてなかったですね。なるほど。オキトロだと俺フリーズ追加からしたことあるんですけど、まあ A タイプは難しいですよね。6の機械割りクソ高いやつとかだと6が入んないからすごい話題になっても、じゃあ誰が6使うんだって話で。けどもあのバーサスとか花火とかの A タイプ高設定のまあ挙動するじゃないですか、はい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 、で死者なんて出た変なもんやめれなくなるんですよ。そう、それが嫌なんですよ。わかる。今のバーサス8000回転とか9000回転バーシャフラフラなるっすよマジで。花火とかもね。花火もそうっすけど何が楽しくてバケ中全部で目押ししなきゃいけない。いやいやマジでしんどいっすからだからあの手のタイプの台打つんやったらもうジャグラーの方がなんか、うん、個人的にも楽やしっす。よーし400銭上がれ天国なんとか持ちメダル。30枚ぐらいしか残ってない。ダメだ。ドキャラ。いいかな。来た。大事。50% ぐらいあったよな確か。これ何引くか重要なんですよね。これ赤文字とかチャンスアップあるけど、これはあナビがこれ普通のベルか。お願い。よっしゃ取ったー、ナイス。さあよかったー。さあドキハナで当たりましたので、天国確定でございます。ありがとうハナちゃん。 33% でドキドキなんでこれ息あるっすよ。 33% もあるんだ、はい、ドキハナからはやるな。ドキドキ取っちゃったなこれ。よし、ナイス。あとかな。ポキーン、来ました。よしよし。よし、いいよ。 OKOK。 よし、これで1000枚突破だ。完全にプラス息ですね。ワンチャンモードいってますね、これ上いってる。もうドキドキの気配しかしてないね。よし、危ねえ。29。助かった。どうですか久しぶりに30杯を勝ち盛りしてる感じは。手が痛いでも手いい痛みっすね。そうですね、はい、気持ちいいやつですよね。そうさあまだいけるっしょ。全然なんか今終わる気しねえもんな。完全にもうドキドキモードですっていう感じだもん。こっからですよ。さっき冒頭で話してた通り、そうここら辺でストッパー来るんですよね。ここら辺からなかなかちょっと伸び悩む傾向にあるんで。いや絶対あるんだよな。なんか8分の1はすげえ引けたもんな。10回以内に。よしよしよし。24。あこれ熱いっすわ。これ完全にドキドキ、はい、よしやらしいあついに負け。まあまあまあ全然全然続いてくれてるから。よー回るあるいやー負けか。いやオッケーオッケーオッケーお願い。よし完全にスイカっていうことは、まあ、スイカで、まあ、おそらく天国にいたと思うんでそのまま次回もいけるでしょう。いやこれが俺とドキドキっすよ。これが俺とドキドキ朝から誰もいない島に来てる
あいつなんであそこ行ったんだろうってみんな思ったかもしれないけど、俺はちゃんと結果出すと。やめ時あったのを続行してのこれやからね、価値あるっすね。センスこれセンスだわマジで。よしよし、よし素晴らしいマジで感想見えるよ本当に。あと500万円ぐらいかなこれで。今のスイカめっちゃ気合入っちゃったな。レバーよし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 、ナイスナイスナイス。いやいや素晴らしい。さあ2106枚ということで、あとボーナス2発ですね。うわー完走だー完全に完走だ。金払すよエンディング。やったりました半年ぶりに打って半年ぶりの完走です。15年で、12回ビッグの馬券に3回、馬券3回ですね。はい、ま、完璧だコングラチュレーション、ありがとうございます。完走いたしました。これでもう有利期間も切れておりますので、じゃあ次行きましょうか探しに行きましょう次の台を。はい、おいは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 い、でも絶対勝ったじゃんこれ絶対勝ったよ。だってカズマのクソ力が出ればカジって言ったらできるだもん。筋肉マットへプリズマ、あ、緑やめて、マスターマスター、筋肉マスターマジ強いから、はいナイスー、よいしょー353回転、こちらに来てから、2500円ですね。はい、あそんなあるでしょ、復活あるでしょ、やったやったはい、ということで、3代目でございます絆ツーやっていきましょう。もみ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 で2000枚ドーンって出て、まあ多分上ありますよっていう感じ、プラマイゼロぐらいをずっと言ってて、ついに増し方2000枚ボーンって一撃で出たっていう感じで、まあ揉めてるうちにさあ最低でも4ではあるでしょうっていうお、野球胸ち胸胸胸、うん、1あれ2あれ、これ前兆中じゃないと思うんだけど、だよね、あじゃあ C 以上だこれ、ほらあいいねいいねいいね、何も引けないもんね、弱者ぐらいしか引いてないもんな。おわー来た、スンプだ、当たったよし、じゃあちょっととりあえず俺も満枚出しますわ、ここからまだ4時半なんで激アツはい、まあスンプいってるんでね、そのまま AT いただいて、てか、ね、全長長くねやっと来たわはい、筋肉マンまでで3万円使いまして、4枚目を入れて4万4000円ですね。じゃあはい、ということで4000円で AD 素晴らしい、そしてけんちゃんいらっしゃいませ。まあまあ200枚で340枚入れたんでちょいプラ、とりあえずもう抜けゼロやめしてたんですけど、前輪車が多分そのシナリオめちゃくちゃ良かったっぽくて、吉田宿に4回ぐらい飛んで4回目ぐらいでやっと刺さったんですよ、多分もう C スタートか D スタートみたいな、これは高設定の可能性があります。いやありますよね、店内状況もいいですからね。いやいいっすよめちゃくちゃ、やっぱ花系がやばいっすね、花だって箱を2箱3箱積んでる人が何人いるんだっていう、何人もいるし、しかも私の見る限り人変わってましたから、なんか反録って言われても全然信じるまさかまさかえ、ちょろくない
65ゲームの PC からそのままエティです。いやこれ熱いって簡単すぎる。はい、下手くそです。これは完全にただの下手くそ。68、23、42の2スルーで AT 取りました。ウエスあれあ、強制あ惜しい495枚いい攻め。あっち135ゲーム。あっち せっかくの BT が。いやこれもねえ、そういうことよ。今のチャンス目で D とか行っちゃってであれしちゃって、はい、もう AT っすよこれ。ほらこれもうこれ AT いけるって。106ゲーム BC 赤青だ LED。 いいよ、400に捕まえろ。よし、やはりでした。マジで熱いっすわ。いや多分さっきのチャンス目でね D とかも上げたんじゃないかな。あ、上がってる可能性ありますね。さあそんなこんなでいい感じの AT 突入率、1スルー2スルーで行ってくれちゃうからな。いいよ、はい、素晴らしい。ストック1個ありつつの BC ですからね。やっぱ青多いな。いいね、さらに広角まで引っ張ってくる。しかも2つ、あ、3つだ、3つ、強っ。2つに見えた。だってもうこんなんで、ね、巻物か強制でもう確定ですよ。いや今のところ青優勢で来てて、うん、波乱も目撃してて、確かに BT の初当たりの軽さが6の初当たりの軽さしてるんですよ、ね、あ、確かに俺がこの台を6に育て上げる。4だろうが5だろうがね、俺の実力で6に見せりゃいいんだから。合格、あーやばい、おっ、消化ついてる。弱点だけど頑張れ弱点、まず一旦弱点頑張れ。イエス熱い、これはいったろ、はい、熱い。ナイス弱点、いいよいいよ、完璧。いやーすげえ仕事した弱点。来た、ついに来たぞ、待ちに待った。これなんですよ、普通超普通ってこういう風に出すんですよ。やったぜ。ナイス弱点どころの騒ぎじゃねえんだけど。やったりましょうマジで。かっこよすぎるでしょ。この言葉で何だったのね、二人とも金色の出てきたっつって。もうちょっとしんどいっすね。すげえわ、よし参ろう。やりたかったやつですよ。来ましたね、皆さん大変お待たせいたしました。
赤同色でしたね。行きましょう。平均4個かなとかだと思いますんで、まあまあまあ10個ぐらいいっときましょう。ウェイウェイ1個目ね。1ゲーム目にさ、しっかりと、ごめんなさい、ちょっとごめんなさい、ほんとごめんなさい滑った今1個隠したから、1個隠した見せないように1個隠しました。はい、あーい、これね、あーい、3個目、多分7個なんですいません、普通に6個です。いやでもまあまあまあ平均以上取れたんで OK でしょう。よし、やりたいことやれた。今の月下マジでびっくりしたわ。いや、やばかったっすね。あたふたしちゃった38歳のおじさんがあたふたしちゃった弱チェから引っ張ってきた PC で。いや、やばいっすよね月下って。まああんまないっすよ、正直ナイス、しっかり活かしていく。いや、やっと広角ちゃんと活かせた。これ熱いっすよね。あれ、これいつも数字出ましたっけ。いやいや、出ない、出ないよね。出ないですよね、うん、だから今なんか外門さん、メダル足りないです、7枚。よし、はい、かっこ悪いことさせないでください適当にいっぱい掴んで渡すはずなのに OK、 はい、はい、やばい、イケイケなってきたもう勘弁していやいや、結構いっぱい渡したよだったいや、あの台がイケイケなってきたそっちか、てっきりあのコーヒーレディのお姉さんと仲良くなった方向かと思ったのすごいいい笑顔でしたさすがレディ、接客業の鏡っすねさあ、ということでせっかくなんでね、いただきましょう。コーヒーレディのお姉様から買わせていただきました。あー、うまい。広角行かせなかったけど、ナイス。よし、安定か超安定をようやく抜けました。頑張った、この黄色と青だけの層みたいなテーブルを。いいか、全員集合みたいな。やっぱ奇数だな、これ奇数したら2連続いやー、まずいね。大丈夫か。おーし、エンディングですね。来世開講いやー、いっちゃいましたね、エンディングに。だからストック枯れてたんで、まあ、単純に感想ではないですけど、まあでも
エンディングではありますからエンディングではありますから、しかもここで戻せるかもしれないからね、これこういうのでこうエンディングのこのシステムフォントみたいなやつすげえダセえ。朝から起き時で乾燥して、まさかこの7時絆2でエンディングに行くとはねその時誰が予想しただろうか。さあ2029枚でございました。16セットですね。結果のおかげです。ありがとうございました。お、弱チェゴリゴリですわ。 37.1 分の1、弱チェは設定6で 39.4 分の1なんで6を上回ってますね。まだ赤い色の方が多いですね。あ、そうなんですか。はい、赤9の青7っすよ。おで、まあ赤同色しか来てないです、同色は。はいはいはい。だから弱チェの確率といい、まあギリ今 BC が赤寄ってるといい。お前6かいや明らかにでも BC の当たり方とその BC5、BT5 の降格の移行は体感的にはえぐいんだけど、3時間ほどこいつと向き合ってきましたけど今んとこ暫定6っすね。まあでも言うてこの台5000枚ぐらい出てんすもんね。いやまあこれ6じゃねえかマジで。コンビをここまで。あ、LED 白、青だ、青が追い上げてきてる。あーでも緑大丈夫でしょう。いやー一撃ひょう割れた。はい1ゲーム。さあ223枚、これは見事緑、まあ絶対大丈夫。よしさすが LED 緑、間に合ってない、間に合ってない。243枚、もうまた赤が引き離してきた赤とも、お、黄色か。よしスンプナイス、チャンス目2回ぐらい引いてたんでそれで上げたっぽいですね。おぼろちゃん、ああダメだ、485枚。通常巻きも、あーワンチャンス、ジョウスケ頑張れ、ジョウスケ、あらおーし、ナイス205。さあチャンス目3回引いてる、3する状態で青かー、弱えな、これちょっとついにクソ弱、クソ弱、あ、よよよドン、ありがとうございます。よし取った、もう9時なんで残念ながらこれがラストかなと。行きましょう、よし伸ばそう。さあおぼろちゃんの同時スロイだったのでストック1個ですね。53赤、まあもう願うのやめます、普通にチェリー引きます。あるよあるよ、うん、よし、いやこれ最盛期までいけんな、この AT で出玉をどんどん更新して一番いいところでやめれる、そして終電にも間に合う、そうですねなかなかこうなといかないですよどっかで4スルー5スルーでちょっと深い浜で下ってとか減らしてね、そうそうそう、1000枚2000枚、あーついぞ
赤すみ、何でもいい、刺さりは何でもいい、赤すみ2ゲームよ、3ゲームよ、もう大丈夫絶対。よし、ベル関係なかったベル関係なかった、ナイスだおお、暴食続くね、ここ最近赤しか引いてないし、やっぱ6なんじゃねえか、はいお願い、暴食む、暴食負け物、うわショックだこれは。お願い。いやいいよ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 。あち。天才的だ。サンキュー。一緒か、めちゃめちゃ頑張れてる青青青、黄色黄色黄色、次赤が赤かなこの試合に上がり系はマジで序盤がマジで難しいからそこをね PC でなんとか持ってきた、惜しい。いやしかもこれ超尻上がりは伸びるわ、もう完全に超尻上がりか多分で、もうだってストックも1個あるし、いやここは PC 取れたらマジでかい、だから 66% とか 80% とかになってくるってことですもんね。いやもう次からだからもう段階上がるんだよ、はい降格、いいぞいいぞ、2連続ではやらかさない、いや本当にそうだ全部サンサンのやつだねこれ夜じゃないですか、夜っす、これ白になるんですか、え、だ夜夜夜で白っす、白そうっすやばで、まあ、だってもう1個確定してるからあともう1個だ、いけるわマジで、マジでいけるうわこれ超やばいやつじゃん、やばいやばいやばい、巻き戻ってよかったんだけどな、黄色、いや弱いな、やばい、それでもあと1個いおっしゃー、まあ十分出たけどね、いやでも最後熱くなったわマジで、1255枚でございました9セット、さあお気づきでございます、いい感じに2000枚ですね、わすっげえ、この置き時計1、2、3、4、5箱積んでてまだ出ております、こちらの置き時計デュオは、今2箱プラス2箱4箱さで手元にもお持ちなので5箱持ってますね、すげえ、チバリオっすね、チバリオから2000枚、そしてこれも2箱ちょい今持ってますね、いいっすね、4000枚入れてるチバリオ、花々がね今日マジエグいっすね、絶対6だよ、3000枚、いやこれもグラフ綺麗だしな、あこれも上でしょ、こちら58回なんですけどね、今1箱ぐらいかな、
でこれも一箱一価値変わってるんでね、これ3000枚ぐらい出てますね。でこれが2700枚、1800、1500、うお、これは3000枚超えてますね。4000枚5000枚出てるかな。これも話すね、上だね間違いなく。あこれもあるな、うわこれすげえ、4000枚いってるな。うわこれも60回ついてるよ、今2000枚。あこれも2000枚、綺麗ですね。はい、これも2000枚だ。え、マジでやべえ。53回でしょ、これも3000枚ぐらい出てるでしょ、これも3000枚ぐらい出てるでしょ、でこれも1500枚、でこれも2000、3000枚で、これが4000枚ぐらいいってるかな。はい出た、これも3000枚、これも2000枚だな、これも今2000枚で、こちらが今4000枚オーバー、はい、でこっちが3600枚。あこれも58回ついてるんで、おそらく3、4000枚出てるかな。人変わっちゃってるんでね、1箱しかないですけど。こちらアラジンですね、2000枚。あーまあまあ下がったとこから見ると多分4000枚ぐらい出てるか。このスーパー海物語3000枚ぐらい出てますね。花火も2000枚クラスがポコポコと。北斗宿命いいっすね、4000枚だね。はいやばいっす。マドカ前後編ですね、4000枚出てます。ウェイクアップガールズですね、3000枚入れてますね、3000枚。ゼンガピンが2300枚とこれ2000枚、で両方とも上っぽいですね。こちら番長ゼロ5600枚でございます。この番長ゼロ8000枚入れてる。はい、で私が打ってた最後の絆が、6200枚と、グラフもマジやばいっすよ。はい、私がここから打ち始めました。でここからドンドン。はい、ということでお疲れ様でございました。今回はランドマーク鈴鹿店さんでの実践ということでですね、結果からいきましょう。はい、まずおきどき、投資が19000円、回収が2393枚、そして、ケニックマンゴールド、投資が10000円、回収が0、そして絆2投資が4000円、回収が3913枚ということで、総投資が3万4000円、回収が6306枚でございました。素晴らしい。はい、やりましたね。まあ、朝一ね、抽選が、121万かというところで、メイン機種というか、残念ながら難しいといった状況で、まあ、ちょっと東海地方ならではといったところで、まあ、とりあえず花が光るもんだったらいけんじゃねえかなということで、私も大好きなおきどきにさせていただいたんですけども。エンチャンで出た出玉も全部飲まれつつも、最後完走させてプラスに持っていき、だいぶ赤寄りでございました。結果的に最終的に6にします、僕の中では。店内状況を映させていただいたんですけども、強かった。やべっくねえすかあれは。はなはなマジで俺多分半分6って言われたら信じるレベルですね。はい、グラフがちょっとね、映さなかったですけど、横ばいだけのでトントンみたいな台も結構あったんで、半分6かもしれないし、それだけじゃなくてなんか4とか5っぽいやつもめちゃくちゃあってみたいな感じだったんで、祭り感がやばかったですね。それだけじゃなくて、私が出した、絆2もそうですし、もう1台出てた絆2の方が最後にちょっと話しかけてくださったんですけど、その方なんとスロット初めてだそうで、今4800枚ですって言ってました。もう絶対ハマっちゃうじゃんあの人。はい、番長やばかったですね、1台8000枚入れてましたね。あとパチンコはなんかね、様子おかしかったんですよね。まあ座ろうと思っても座れなかったんですよ、残念ながら。で実際俺が打った筋肉マンゴールドも自分の想像以上にいい感じの台だったんで、パチンコまでやってますね。もうお店全体的にすげえいい感じだったんで、この辺にカレンダー、最近出してますけど、はい、予定出ておりますので、そちらご覧いただいて、ぜひお越しいただければ幸いでございますと。はい、ということで、今回は以上でございます。ぜひ次回もご覧いただければ幸いでございます。ご視聴いただきましてありがとうございました。また次回お会いしましょう。それではバイバイ。